で、皆様、リモートファーストライブにようこそいらっしゃいました。私は赤村役でございます、寺田です。よろしくお願いいたします。たくさんのお客さん来てくれたんで、とてもみんなやりがいがあると思いますね。今回のプログラムはまず最初に3人でピアノ1台をシェアして1曲やってもらって、その後3人が1人ずつ、ソロで何曲かオリジナル曲を弾いたり、アレンジしたものを弾いたり、こんな曲弾きたいっていうのを弾いたりを3人それぞれやってくれます。その後せっかくこうやってピアノ2台あるので、ピアノデュオを2曲ほどやって、最後にロッシュの連打をまたやっていこうと思います。それではその素敵なピアニストたちに呼びたいと思います。武志玲子、清水優子、韓国、渡辺さん、渡辺さん、渡辺さん、ねえみたいな、はい、この3人がこれから全部披露してくれるので、私は喋るだけなので、まあ、1曲目はじゃあこの3人でどっちのピアノ、こっちのピアノを3人でシェアしようというね、最後お酒をしてもらえると。はい、1曲目なんだっけ。はい、とろみ割り人形より足笛の踊りです。おー、まあ、ソフトバンクの CM。 はい、何度かみんなでリハーサルしたんですけど、お辞儀のリハーサルしてませんでした。そこがなくてごめんなさい。よかったな、それもやっとけばよかったな、まさかの。ということで、はい、皆さん真ん中へ。次はですね、メンバーそれぞれが、自曲を披露してくれるんですが、順番はまだ決まっておりません、実は。これ順番あらかじめ決めるとそれぞれのプレッシャーが変わってしまうので、
今ここで網だくじで決めてもらいます。はい、じゃあまずは名前を自分たちで入れようかな。いや、女子に怖いんですよ。私が一番とか、ね、私が鳥とかいうのがね、こう秘めるものがあるので、こういうのが一番安心なんですよ。時の運というやつだ。はい、じゃあこれでお客様に何人かに線を引いていただいて、はい、予定調和にならないように。もう一本ぐらいかな。それでは、下から上がっていこうか。下からこう出してもらって、うん、はい、これでまずじゃあ1番を上げていってください。すみません。はい、長いね。おっ、ここに1番手。はい、じゃあ2番手。実はおととい同じような、やったのと全く一緒になってしまいました。すごいね。だからこれほらお客さんが線引いてくれたんだから、こればっかりはね。でも岸君もなんかリハーサル通りになっちゃったね。ということでじゃあ1番手の5人にまずお願いしようかな。であとはお任せします。はい、でそれでそれならもう3人でライブをやろうよっていう流れに今回なりました。全くの初めてなのでお聞き苦しいところもたくさんあるかなと思うんですけれども、どうぞ温かく見守ってください。よろしくお願いします。今お聞きいただいたのはこれはもう素晴らしいモーツァルトさんの曲なので私のアレンジでは出てないんですけれども、モーツァルトのロンドという曲から一部聴かせていただきました。今回こういったことが行われるって決まった時に必ずちょっとだけクラシックを弾こうっていう風に
決めていたのでどうしようかなと思ってたんですけど、ちょっとだけお聞きいただきました。今回3人とも実はさっきちらっとお話ししてくださったんですけど、課題が出てるんですね。一つは完全自分で作って、もうゼロから作ってくださいってオリジナル曲と、それから2曲目は、童謡のアレンジ、何でもいいから童謡アレンジしてねっていうのと、あともう一つはもう弾いてみたい曲でも何でもいいですよ、楽譜になっててもいいしで、私はそうですね、一番最初はもう恥を忘れて自分の作った曲を弾きたいと思います。タイトルはいろいろ、それこそ全てが初めてなので、もう初心しか浮かばず、でも初心だとちょっと硬いかなと思ったので、英語でなんだ、うんていうんだろうって調べたらビギニングって出てきたので、このビギニングっていう曲です。よろしくお願いします。
なんてやったことがない。で今までアンサンブルが本当に好きだったので一人で弾くこともあんまり好きじゃない、なんかそんな感じだったんです。でゼロから作るって言った時も、まあ、何も浮かばなくて、せいぜい4小節ぐらいしか浮かばないんですよ。なんか全部継ぎはぎにして組み合わせて、なんかそしたら寺田先生に、なんか次々人が変わるみたいだねって言われて、確かにそんな感じでしたけど、あのまあ、で次なんですけれども、今回レッスンを受けている、あのもう一つやってみたいことが、あのノリノリのリズミカルな曲をかっこよく弾けるようになりたいというところがあります。もともとリズム感はすごく悪いと自分で思っていて、例えばまあ、クラシックのコンサートでもディアソラが出てきたり、まあ葉加瀬太郎さんの情熱大陸があったりとか、こうノリノリの曲ってあるんですよね。全然もう根性だけでリズムを弾いていて、そこをなんとか克服したいなっていうのがあって、でそんな時に今から演奏する曲に出会って、あ、これを長年、もうそれこそ死ぬ前の間に弾けるようになった、すごく早い曲なんですけど、でそれで今回こういう機会に、じゃあちょっとテンポを落として、その最終的な目標はあるんですけど、ゆっくりでいいから弾いてみようっていう風にチャレンジしました。でここのところずっとそれを楽しく弾いてたら、実際すごい速くなってしまって、今日どうなるのかその自分でも怖いんですけれどね。小曽根真さんの Wild Chase Goose っていう曲で、どういう意味なんだろうと思って先ほど辞書を調べて、追っかけっことか、叶わないものを追っかけるみたいな、ちょっと意味が分かるんです。ちょっとやってみたいと思います。Thank you.
ここが課題なんだと思うんですけど、ありがとうございました。もう一つ、あと一曲なんですけれども、童謡をアレンジしようというところで、あ、そうか、あっちの手を使ってみようと思っているんですね。ちょっとマイクを変えます。わかりました。じゃあ、上を言われます。私は最初にレッスンに伺った時に、これ何でもいいよ、蝶々とかって言われたので、蝶々を最初にちょっとだけ本当に8小節ぐらいアレンジして見ていただいたんですね。で、今回もうそれをそのまま膨らますごと余裕がなかったので、この蝶々をちょっとアレンジしてみました。だからそうなんですよ。
よね。たけし最初こっちで弾きたいね。そうです。これなかなかできないよね、ピアノを選びながらってね。はい、2台違う音がするもんね。こういうライブハウスで弾き比べてなかなかできないから、どうしたい？ね、さあ、そうやってもいいし、うん、はい、準備できましたか？はい、じゃあ私します。はい、ますです。初めての皆様、ようこそおいでくださいました。竹石玲子と申します。おなじみの方、お忙しい中ありがとうございます。竹石玲子です。昔ね、どっかライブハウスに行った時に、5人を5組を6組を出るので、1組 の、 ギタリストの方がね、一言言うたびに自分の名前をね、連呼してた人がいたんですね。忘れられちゃうか、でも結局忘れちゃいましたよね。はい、竹石玲子です、よろしくお願いします。ということで、小杉さんがすごい素敵な雰囲気を作ってくださったので、それに乗っかって私も頑張りたいと思います。1曲目はオリジナルの曲を弾こうと思ってます。タイトルはいざよいです。16番と書きますね。昔は14番目の月が好きだったんですね。満月はこれからだぞって書いたんですけど、そのうちいざよい、ちょっとピークすぎてもまだ輝いていたいという、そんな気分にもなりまして、いざよいというタイトルをつけてみました。聴いてください。Thank you.
もう一つの課題の童謡をアレンジするという、テーマに五木の子守歌を選んでみました。7月の27日にシンガーのマエスカルド・フジタさんとライブをやりますが、その時に五木の子守歌とサマータイムを重ねた、アカペラの、
コーラスをアレンジしてみましたので、ちょっとうまくそっちも、まあ、よかったらぜひ聴きにいらしてください、はい、ということで、ここまでを自作のものでやってみました。最後はガーシュウィンの3つのプレビュードという曲を見てみたいと思います。これは寺田さんに何でこれ選んだのって聞かれまして、実はですね、これは初めて聞いたなって、結構前に弾いたことないんですけど、大体お知り合いの、ね、人のお客様に来てくれるので、よかったわよって大抵の方は言ってくださいました。この曲だけ酷評してくれた先輩がいまして、それから封印しちゃったんですね。で、誰かにちょっとこうやったらいいよとか、ここはこんな風に変だよとか言ってもらいたいなと思いながら、なかなか聞いてもらいたい師匠が亡くなってしまいましたし、誰かと思っていたら、ここで出会えたんですね、寺田雅彦さんに。もうね、素晴らしいアドバイスをいただきました。今度自分でハードル上げておいてどうするんだろう、これから聞きますけれども。まあ、どうなっても、なかなかいい曲なんで、3つのプレリュードで3曲続けて演奏いたしますので、よろしくお願いします。Thank you.
大丈夫です。大丈夫です。してください。してください。ね、リハの時にね、どうした？リハの時ね、私最後嫌だなとか言ってたから、本番も最後になってしまった。これが時の運と言いますよね。でも、この間やったから感覚慣れてるでしょ。チーズは何からやってくれるの？はい。同様のアレンジをカレーにしてくれましたので、それから。はい、すみません。すみません。じゃあ、薄く直してこれね、意外と重要なんだよね。リスの高さは。あ、ダメ、まだ。どうしよう、どうしよう。慌てなくていいよ、慌てなくて。それでなんか手引っ掛けたりすると一番いいんだよね。怪我しやすい体質をしんで。すぐ包丁でなんかこう、手引っ掛けたりして。気をつけないと。でその時に初めて2人のオリジナルとかアレンジメントをその時初めて聞いて倒れそうになりながら2人分待っていてドキドキしながら聞いて大丈夫大丈夫本番は絶対順番違うからって言うからですよねって言ってたらまさかの同じ順番で私は小さい頃からピアノをやっていたんですけども例えば演奏を聴いて聴いてというよりはお尻なるべく目立ちたくないというような性格なので、そうですね、このようにこの中で一人でマイクを持って喋るということがもう第二のハードルがすごく高くてでもせっかくお二人が楽しくやってくれたのであと引き継いで楽しい感じでいきたいと思います。私は、そうですね一人で弾くよりも伴奏とかアンサンブルの方が大好きなので今もフルートの同級生とかマリンバの同級生と一緒に演奏することが多いんですけれどもそのつながりで、1年半前に、フルートの先輩の渡瀬秀子さんという人をちょっとお知り合いになりましてその人がバスフルートを吹くんですねバスフルートってフルートの親子みたいな感じでカーブしてるんですけどとてもいい音がしてそのバスフルートとピアノの2人のユニットをやっているということ でそのユニットのピアノの方が寺田さんだったんですけどもライブがとても面白いから行こうよって誘われたのが、きっかけで聞きに行ったんですけれどもその時ちょうどゲストがミュージカル俳優の手嶋翔平さんという人が来ていてでいろんな素敵な歌を歌ったんですけど一曲月の砂漠を歌ったんですねものすごくそれが素敵で月の砂漠ってこんなにいい曲だったんだもともといい曲なんですけどそれ以上にアレンジがすごくてこういうアレンジできる人ってすごいななんだろうこの人って思ったのが第一印象で で、その後ライブに通うようになって、話をしているうちにどういうかレッスンをしているらしいということを知りましてでちょっとアレンジとか勉強したいなと思ってちょうど1年前ですよね6月、去年の6月ぐらいからレッスンを始めて、いろいろダメ出しをされながら頑張っております。ということで、アレンジがあります。アレンジは、おぼろ月夜という曲をアレンジしました。で、アレンジするにあたって、私のイメージは、東山魁夷さんという日本画のとても有名な方で、その中の好きな絵の中で、花あかりという絵があるんですけど、真ん中に大きなしだれ桜があってその上にお月様がポッと乗っているのは乗ってるんじゃないですねお月様が出ているとても静かな絵なんですけどそれをちょっとイメージして描いてみました聴いてください
Thank you.
高いで選んじゃったので勢いで押し切れないところがあるんですけれども、最後オリジナルです。オリジナルはタイトルはソウとつけました。ソウと聞いて何を浮かべるでしょう。アイスのソウ私は漢字で想像のソウ、想像のソウも想像2つありますよね。イマジネーションの方で、思いで読んでくださってもいいですし、そうでもいいですし、このところとても偶然な出会いとかが、とても大事な出会いとかがたくさんあって、それがあの時にあそこであの人とすれ違わなかったら今こんなにピアノ弾いてないなっていう先生もいますし、あの時間にたまたま同じ会場にいたから知り合えて、そこから新しくつながったっていうことも本当に高校のところ多くて、別に霊感とかではないんですけど、そういう出会いって大事だなと思って、いろいろ周りにいる人たちに感謝の気持ちを込めて、演奏、思いを込めて演奏したいと思いますので、ハードル上げてますけど、はい、聴いてください。Thank you.
鈴木さんの次はなんか読みが苦手っていうよりはよく喋ってたなあれ話が違うなはい、ソロが終わったところで次は、2台のピアノを使ってのデュオです、竹井慎吾と清水慎吾で、まず1曲目、デイブ・ブルーベック の、 あのテイクファイブとか作ってますね。あの人の何、だっけな、そう、ポイントオブジャズっていう何曲かあって、それの中のブルースというのを2人でやってみたいと思います。これすごいね、清水特製船なんですね、これがね、ものすごいんですよ、この。俺最初見たとき倒れそうになったよね。この究極に譜めくりをしないというね。うん、よく見えるよね、その小さな五線が、はい。ということで、じゃあお願いします。Thank you.
畑井秀子と清水純子でした。うまくいきました。もう一曲は、ゴミ、これが向こうで、あ、向こうで、こっち、すいません。はい、じゃあ場所を交換して、次にあります曲はですね、アルゼンチンのピアニストが、あの2人、ルカス・ニコティアンというのと、セバスチャン・マッキーというあのアルゼンチンのピアニストなんですけれども、その2人があのデュオで弾いてるアルバムがありまして、私それが好きで、これいいなと思って、でもね、なかなかこういう、まあ、ちょっとラテンのアルゼンチンのそういう匂いがあるけど、どうかなと思って、2人とも聴かせたらやりたいと言ってくれたので、これはやるしかないということで、もちろんね、アルゼンチンっていうイメージじゃないでしょ、これね。普通はね、キヨソルとかのタンゴとかのイメージが強いけど、世界には面白い音楽いっぱいありますので、いろんなものを聴いていただけるといいかと思います。このタイトルがね、これね、なんだこれ、カンドンベ アマリーロ、これね、Google 翻訳したんだけど出ないんだよね出ないからちょっとタイトルの意味はわからないんですけれども、なんで知ってんの、俺出なかったよね、なんだ、もう教えといてくれないと困るな、恥かいちゃったじゃないかということで、その曲やります。Thank you.
ゴルフ場と新宿です。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。最後は、6周年になります。これ実はね、6周っていうの初めて聞いてね、あ、そういう言い方なんだみたいな。すみません。1曲目に、ジャズの有名なドナリーというのをちょろっと弾いてから、その後、私がやってますバス屋の渡瀬のお友達でもある伊藤康彦さんの、ジェラートコンカフェというのをやりたいと思います。皆様がもし気に入っていただければ来年さらに精進させて、2回目を入れたいと思いますのでお付き合いをお願いします。
自分のアシスタントで来年できるようにまたご用意よろしくお願いします。今日は長々ありがとうございました。待ってください。本日は山下玲子、清水修子でした。ありがとうございました。